手間すべ金子です。今回は富山県民が話題の東横に行ってみた。いや、社会問題ですからね。社会問題なんですか。はい。ただ気になるのは、東横キッズって言われてる方たちがオーバードーズして倒れたりみたいな、うん、そういうのってよく流れてくるんだけど、はい、実際本当にいるのかっていうさ、はいはい、あとは大久保公園っていうのがあるんだけど、何やらそこもちょっとただならぬ雰囲気だぞっていうのを聞いたので、実際この目で確かめてこようっていう。だからディープスポットに行くわけね。はいはい、あの観光地とか興味ない。ということで今回は東京に来てるわけですね。はい、はい、そうなんですよ。これのおしゃれな、なんといっても私人生初のカプセルホテルです。泊まったことないのよ。外観でも綺麗ですよね。カプセルホテルらしからぬ。カプセルホテルがどういう外観かも分かってないんだけど、そうだ、ね、普通に2000円ぐらいでね、入れるところかと思いきや、うん、カプセルホテルの高級版らしいですね。このファーストキャビは飛行機のビジネスクラスとかファーストクラスをイメージしてるという、まあ、話ですけど、ちょっと都会の感じしますよね。いや本当に、いやこんな洗練されたカプセルホテルはないでしょカプセルホテルもちょっと見つつ、新宿も行きつつ、楽しみやな。ちょっと夜の東京を楽しもうということで ね、カプセルホテル泊まったことない人多そうだから、こういう感じなんだってなりますよ ね。想像してた以上にしっかりとした宿泊施設。そう、受付がいない、ラブホテルか。違う違う違う、あフロントデスク6階に一旦フロントがあるのでそっち行ってくださいということで、はい、ということで私が泊まるのは女性専用のフロア。ちゃんと女性専用のキーがないとね、そこにねエレベーターが止まらないという。あ、こちらが7階です。まずこっちがお手洗いね、女性の。あ、こっちが洗面台だ。ドライヤーとかコテまであるからめっちゃ嬉しいんだけど。さあ、じゃあ早速ちょっと本当のカプセルホテルの真髄に行ってみようと思います。ここもね専用のキーがないと開かないので。こっちが大浴場とかシャワー室があるところで、こっちです。意外と部屋数があるね。さあ、私の本日の寝床はここです。本当にシンプルに寝るだけ。でもね、めちゃくちゃ綺麗だね。一応テレビついてる。どうやって見んの？音漏れちゃうじゃんね。イヤホンとか接続するとかあるんかな？ということで前日入りの日本橋、超かっこいい。こちらのこの橋が国道1号の始まりになります。国道1号、4号、6号、14号、15号、17号、20号の起点でもありますので、すごい。それのモニュメントみたいなあるみたいで。本当、これ獅子像って言って守護を表してる、うん、守る、はい。であそこに麒麟像があるんですけど、 そう、あれはなんか繁栄を願うものとして作られたみたいで、これ有名な麒麟像。日本橋写真撮る人なかなかなお宅ですけど、誰もいないのよ。これ上ちょうど高速ですもんね。この上に日本橋って昔の書体で書かれてるらしいです。そしてここですね、いろいろ書かれてるやつがすごいね。日本国道路原風、ここですか。でこれね、あ、新潟もありましたね。横浜、甲府、名古屋、京都、大阪、下関まで行く距離だ、うん、ここからの距離です。あ、でも国道1号から国道2号、国道3号で全部つなげたら鹿児島行きますもんね。あとは、あ、こっち上か、富山、札幌まである。富山は、いや、富山はないっす。ないんだな。これはないっすね、ないっすね。日本は1603年江戸幕府により五街道の起点として定められたのがこの日本橋です。まあちょっと前日入りで渋滞が予想されるので先取りしましたけど、はい、この辺でパーキングを止めてここを取りに来るって結構難易度高いなって判断したので、今ちょうどちょっと見えるんですけど、あそこタイムズあるんですよ。あそこ止めようと思ったんですけど、いや、わかんないよね。やばそう、うん、しかも工事しとるやん、うん、いや、まあそういう感じでということで、これが国道1号の始まりということで、じゃあちょっと電車乗りましょうか、はい、あ、そう、ここ三越だ、はい、あ、これが日本橋の三越、あ、これが三越か、はい、で、その目の前に、はい、日本橋富山か、ここに、ここなんや、富山があるんです。バリバリ一等地やん、国道1号の始まりにあるじゃん。あるんです、すごい。もう今日は閉まっちゃってるんだけど、うん、富山の地酒が飲めたりとか、はい、富山のお土産抱えたりっていう、あ、こういうのがあるんだ。そうなの、すごい場所にあるね、マジで知らんかった。本当にすごいんだよ、激高じゃん。いや、まあまあまあ、でも、え、そうなんや、こんなことなんだ。国道1号の始まりにあるんでしょ、すごい。ということで1時間ぐらい結局かかったんじゃない、丸の内線が何やらなんかいろいろあったみたいで、プレス機にかけられてみて、うん、こんなになってた。絶対痴漢ね、疑われてもしょうがないぐらいよ、ね、いや、だって横向いたら知らんおじさんとキスする距離感だったもん。いや、そうだよ、ね、こうやったらティッシュケース買ってる人がいて頭の上に必死でこうやってたのすごい面白かった。お前なんでティッシュケース持ってんねんって思ったよね。嫁さんに帰りに買ってきてって言われたのよ。でももう1個使っとったけどね、新宿駅に無事着いたということで。久々の満員でした、もうやばかったね。きついわ。
なんかあの降りますとか無言だよね。そう、車内でも喋ってないね。後半空気読んで喋らんくしたよ。ああいう満員電車を済ました顔で乗れるようになったら都会人ってことよ。なるほどね。むちゃくちゃでも嫌な顔してる人もおったけどね。おったおった。すげえ私と目合うから私のこと嫌やったんかなとか考えたもん。金子さんなんかぺしゃんこになってますよ。全方位から潰されてる感じ。無理言うてんのに乗ってくるからな。しかも朝と違って押す人も多分いなかったんじゃないかな。あ、こうやってね。どこだ。あ、出口はまっすぐかな。もうこれ上上がるじゃん。よくわかんないけどこっち。まあもうこっからルミネ始まってますね。ルミネ S とあるし、アルタビジョンももうなくなるんでしょ。そう、え、ね、もうない。いや、まだあるよ、まだあるけど、まあ見納めですね。見納めだよ。あ、アルタビジョンや。ここでうなじょのがね流れたんですよ。そうだ、はいはい。無事新宿に着いたんですけども、さあこんな雨の日に東横にいるでしょうか、キッズたちが。人がね、現地でキッズって言ったらしばかれるからやめてよ。お前界隈ですよ、界隈で。界隈って呼ぼう。わーわーわー、これ傘は傘で大変やな。ぶつかるやん、うん、なんか傘目刺さりそうやね。ちょっと怖いね、やめようかな。多分まっすぐ行けば歌舞伎町に入れるんじゃないかな。このアルタビジョンがなくなるのはちょっとね。そうですね、ここでいいともをやってたんでしょ。そう、まあ、このアルタでね。あ、いた。傘同士でぶつかるんやけど、傘確か一つの方がいいわ。すげえ。怖い怖い怖い。歌舞伎町のドンキじゃない。ああ、そうだ。え、これ大久保公園だよ。え、ここ大久保公園です。あ、550m 先か。どっち。あ、まっすぐ先だ。まっすぐかもね。キョロキョロしたらもう田舎も丸出しやろ。これが有名なドンキホーテ。歌舞伎町ありましたね、あそこ。シネマ。じゃこのまままっすぐ行けばいいんですね。まあでもあそこ通った方がよくない。情報量が多いね。ケバブ売っとるからね。許可取っとるんかな。でも500m先なんてマジで一瞬じゃない。そうだよね。でも 500m って富山駅から城址公園ちょっと行かない程度か。ちょっとこっち行こうよ、こっち。はい、やり行きましょうか。変な匂いやし、なんかいろんなものが混じってる。こちらが劇場通りになってます。はい、歌舞伎町一番街です。ほんまやね、結構普通に人いるんだね。めちゃめちゃいるし、まあインバウンドの方多いね。あ、そうだね。夜の気配するかと思ったら普通の感じやね。ホストクラブがいっぱいある通りとかあるんじゃない。ああ、また違うんか。でも熟女キャバクラはあったわ。まだ早いか、ホストにしては。大事な、いわゆる東横界隈みたいな格好した子がいるの。あの子たちについていけば界隈に行けるんじゃないかな。確かに確かに。こちらですよね。あっち行ってみましたか。やっぱセキュニティがいっぱいいるわ。いっぱいいる。強そう。強そう。あ、なんかでも広場っぽい。え、ここら辺かな。すげえ人いっぱいいんね、やっぱ通ると。すごいわ。すごいわ、マジで。あ、これだ、これだ。この広場だ。あ、これだ。これ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 。あ、いるやん。あ、でもセキュニティいますよ、セキュニティ。いわゆる本当、よく見るのはここです。これですね。ちょっと端っこから撮ってみましょうか。ちょっと遠横の説明もしたいですし。座り込み、寝込み、禁止ね。長期たまりは禁止。想像通りの子が数人おるわ。セキュニティも厳しいし、座り込み禁止とかっていう看板も多いから、すげえ強そうなんよ。すごいね。セキュリティ。海外の人多いね、ガタイのいい。そうだね。歴史調べてみたら、2018年頃から、この周辺で自撮りを行う若者たちがたむろし始めたのが始まりだそうです。いわゆる自撮り界隈だ。あ、そうそうそう。言われてたのはね。なんですけど、歌舞伎町の周辺の居酒屋とか、風俗店の方々が彼らのことを東横キッズと呼び始めた。へー。ただ実際彼らはキッズっていう言葉が嫌いで、なるほど、東横界隈って言わないとあのしばかれるそうです、はい、SNS で見てたさ、界隈の方たち、まあ、想像通りの子が何人かいるけど、マジで若いわ。本当に下手したらうちの息子今年中2なんだけどと大して変わらないよ。大体な、中高生がメインらしい、うん、結構話題になったのが、あの2021年頃に犯罪行為や誹謗中傷がたびたび行われたことから注目を浴びるようになりました。はいはいはい。まあ、実際その事件っていうのは援助交際であったり暴力行為などの被害が絶えず起こっており、それこそあの2021年に当時15歳だった少年がホームレスの男性を足で踏みつけ暴行した動画が SNS で拡散されたり、まあ同年に当時交際関係にあった少年と女子中学生が歌舞伎町のホテルから飛び降りてしまったり、でさらにあのオーバードーズっていう薬物中毒も深刻な問題となる。今はすごい言われてるよね。で、これなんでここに集まりだしたかっていうと、もともと引きこもりだったり不登校だったり家庭環境が荒れている方が家庭とか学校に馴染めず、自分と同じような感性の子たちが集まる、関わり合える場所を持ちたいということで集まってきたそうで、どこか一つでも居場所があるっていうのは悪いことじゃないと思う。そうですね。だから実際昔の暴走族みたいな集団と違って組織とかいう概念もない穏やかなコミュニティだそうです、うんうんうん、ただね、どうしてもね、青少年がたむろすると悪い大人たちがね寄ってきて犯罪の誘いだったりとかすることもあるだろうしね。そうですね、実際そういうこと、うん、でやっぱたむろってんのって別に自分の時代だってあったから悪いことって思わないんだけど、やっぱオーバードーズに関してはさ、体健康的にもすごく負担があるし後遺症だってあるから、オーバードーズはやっぱ心配かな。
薬の富山としては、薬の富山としては今ちょっと規制かかって人が減ってますけど、うん、2021年情報だと女の子が7、男の子が3っていう割合、女性の方が多くて年齢層は10代前半から20代前半、うん、メインは中高生、で毎日だいたい30人から40人くらいの人が、コアな人は歌舞伎町のホテルで長期滞在していて、それがなんか50人ぐらい、ただ実際たまにやってくる人もいるので、うん、それ合わせたらだいたい500人ぐらいいると言われております。でも一回高校もさ規制されたよね、すごくね、うん、そうですね、そんな感じでちょっとまあ一周してみます。この場所は公道です。座り込むこと、寝そべること、ゴミを散らかすことなど、道路を汚すこと、これらの行為を見かけた方は110番通報してください。そうなんだ、かなり強いこう注意喚起だよね、うん、まあ、警告って書かれてるから、ね、そうだね、まあでも条例とかではないみたいなね、うんうんうん、でも本当にいないっすね。まあでもやっぱり雨っていうのもあるし、あ、それもありますね、時間帯もあるんかな、うんうん、あとはまあここって本当に規制厳しくなってるから、うん、今はちょっと違うとこで集まり出してる可能性もあるよ ね、はいはい、雨濡れない場所あるんかな、ゴミも散らかってない、うん、想像より全然綺麗って感じよ、ね、ここが歌舞伎町タワーですよ。あ、これが、はい、ジェンダーレストイレかなんかあったとこ、そうそう、あるところあるところ、はいはい、女性用トイレ探そうにもなかなか見つからないトイレなかなか行けないんで、立ち入り禁止とかではないっすね。なんか前はもっと柵とかあったと思うんだけど、あ、そうだね、俺も見たことあるわ。これ別に警察とかでもないよね、なんかボランティアパトロールみたいじゃない。あ、そうかもしれない、ボランティアだよ、うん、すごい年齢層めちゃめちゃ若い、何歳かわからんわ、もう女の子はねメイクしてたらよりわかんないよね、うん、でもちょっと外れたとこじゃない。わ、すげえ、目の前に交番がある、忙しそうだね、あそこの交番絶対嫌やわ、こんな交番。こっちなんだ。あー、まっすぐ行きますか。だいぶ離れたとこになるんだね、大久保公園はね、うん、大久保公園ってもともと何あるんかね、なんで大久保公園に集まり出したんかね。ラブホ街、あ、でもこれもラブホ街だから、そういうことか。ホテルって書いてあったわ、安そう、まあね、120分3800円だから、はいはい、この通りとかにいっぱいあるとか。あー、まあ確かにあるね、あるわ、怪しい、よりディープ感出てきた、ね、そうだね、大久保公園っていうところで、いわゆる言葉を選ばずに言ってしまうと立ちんぼっていうね。 あれ見たことあるわ、あれ、あれだね、見たことある、あの昨年、うん、あれね、売春待ちをしてる女の子がいるというのも今社会問題になっているそうで、ちょっとね話題になりすぎてるから、もう場所を移したとか、うん、いないね、ここじゃないの、よく。あ、でも、うん、多分そうやわ。何これ、入れないってこと？これが大久保公園なんだ、シアターパークって書かれてる、ちょっとよくわかんない。昼間だったら入れるんだね。あ、でも立ってる、あそこら辺かな、なんかよく多分ここら辺に立ってる映像を見るね、座ってる。まだ時間あれかな。そうだね、怖いね、あの、え、でも、ま、今10時ぐらい気になるね、10時で、まあ、いない感じか。こういうのはやっぱ金曜とか土曜とか、あ、それはあるね、うん、こんな感じで全然いないっすね。いないです。はい、じゃあ大久保公園一周してみましょう。この裏にめっちゃおったらびっくりする。あっち立ってんね。ちょっとこっからだった。ちょっと待って、立ってる、不自然にポツンと立ってる、立ってますね。男性の方がゆっくりと、要は吟味してる感じ。あの人もそうだったんだよ、ほら、喋りかけられてる。会う約束してそこで会ってるだけかも。病院の前で待ち合わせはせんよな。あれ絶対そうやわ。やってんな、やってんな、やってんな、やっぱやってんな。いや別にさ、そこで勝手に恋が生まれましたって言われたらもう、あ、そうですかって言うしかないんだけど、うんうん、やっぱり一番心配なのは病気よね。まあ社会問題になってますね。そう、梅毒が今までにないぐらい感染者が多いと。しかも若い女性って聞きますからね、うん、でも急に歌舞伎町から人減るんやね。急にディープ感が増すね、うん、それもラブホやんな。あ、本当だ、全員さ立ってる人そう見えちゃう。いや、そうでしょ。逆にその後ろ待ってるおじさんもおるもん。そう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 、うん、絶対そうだよね、うん、あとはそういう私たちみたいな、ちょっと、うん、いや自分、うん、すごいね、やっぱちゃんと成立する場面を見てしまう。いやいや全然できるやな。需要と供給成り立ちすぎてびっくりする、うん、話が早いよ。でもなんかあっちの方が映像で見たことあるかな、ポールね。あ、そうだね、あの、あっちで。あ、ここだとポールあるだろ。あ、そうだね、男性もなんかすげえ立ってんだよね、うん、だから吟味中というか、カメラ持ってるって言ったら、うん、そうだね、気づいたら後ろ向くわ。そうだね、慣れておるね。いやでもお腹空いてきたお腹空いてきたんだけど、なるほどね、だって結構歩いたよね。あ、そうだね、まあまあまあ、でもまだこの時間は5人とか。そうね、もうちょっと遅い時間になるのか、うん、でも実際そうであろう、やり取りは目の前で見れました。もうめちゃくちゃ、でも名古屋とかもいるんですもんね。私も立ってみたらいけるのか。ダメか、傘さして下うつむいてずっと携帯いじってたら、いや絶対釣れるかな、まあ、うん、あると思うよ、釣れるとか言って。でもなんか全然可愛かったと思います。いや、そうなの、うん、なんでわざわざここまで来てこんなことをしてるかっていうと、うん、そういうことをする人ってなんかもうちょっとヤバそうな先入観であったんよ。見た感じ、え、大丈夫そうみたいな、うん、普通に可愛くて若い。誰に教えてもらうんですかね。でもこの大久保公園なんか多分昔からじゃないの。なるほどね。ただ今その東横界隈とともになんかちょっとセットで社会問題で騒がれ始めてるのかなとも思うけど、なるほど
いやなかなか富山じゃ見れない光景を目の当たりにした感じかな。富山もうちょっとこそこそやるから、やるんだったらね結構やっぱ堂々とやり取り行われるもんなんやなっていう、ねうん、あんな堂々としてるんだね、うん、何を交渉するんやろうね値段でしょ、まず値段だと思うんだよね。なるほど、警察だらけやね。絶対忙しい、日本一忙しそうじゃん、じゃあ新宿でご飯食べてく。あ、食べますか、いいですよ。お腹パスマジでついたな、はい。夕食喫茶店ってやばいね、おじいちゃんおばあちゃんみたいな。いや行きたい喫茶店が東京には山ほどあるんですよ。そうなんだ、本当は食べたいのラーメンなんだけどこれね、これハマグリ焼きあごラーメン、めっちゃ美味しそうやん、うん、やっぱ大久保公園は知ってないとあそこまで行かんねん、全然人里離れたというか、めちゃめちゃ暗いねあそこだけ、うん、暗い。プリンセスプリコ、プリンセス公園。ああ、はいはい、 TikTok で有名な方ね。あ、この人よく見る人や。え、葵ちゃんとかいう方、葵ちゃんだよね、ホームレス本当によく TikTok とかに出てる、実際いらっしゃるんだね。いらっしゃいます。そそう雨の中にホスト街みたいで。そうだよね、なんかよくホストがキャッチーの人がバックに。ああ、そうなん、あ、アイラブ歌舞伎町。あ、これが有名なアイラブ歌舞伎町なんや。傘がぶつかって若い子にすげえわーいって言われちゃう。ここがもうガチガチだね。ガチってね、うん、これいわゆるホストさんたちの、うん、ガチガチの看板。これナンバーワンとかなんないとイカデカと飾ってもらえんのやろ。だから努力の証ですよこれは。すごいなここ。あ、ここ曲がる、ディープすぎでしょ。今初回はってさ、キャッチに声かけられたけど何の初回かね。ファッション禁止とか罰金10万円だよ。歌舞伎町の何通りになるんですか。外人が増えてない、ほんまに大丈夫。なんかガタイ外人多いんやけど。絶対危ない喫茶店じゃん、もうこんなとこ。あ、これだ、これここです。私が来たかったコーヒーセーブです。すげえ場所にあるな、中がすごいんだから。あ、じゃあ行きましょうか。歴史ある感じなのかな。うん、昭和39年創業だから本当の純喫茶だよ。一回昼間に来たことがあって、この階段のここら辺まで行列で。あ、そうなんです。ホストとか風俗嬢がいる感じじゃなくて普通のお客さんですね。すごい、本当にずっと来たかった。そうなんや。何がいい、ステンドグラス、こういうのとか。すごいね、めっちゃ良くない。うん、来たかった。すごい、そんな別に高くもなさそうな。いや、まあでも喫茶店値段だよね、はいはいはい、でプラスコーヒー代だから、うんうんうん、それなりにすっちゃった、うんうん、って。ここ新宿よ、昼間はマジで混んでんのよ。これがミートドリア、なんか昔ながらっぽいね。味なんて二の次なんですよ。そうなんですか。もうずっと来たかった喫茶店で来れたっていうのがいいんですよ。夜だったらワンチャンとか。やっぱ夜は空いてるね。あんま夜喫茶店ってイメージがないからね。あ、うまそうですね、マジで。幸せ。ああ、よかった、うん、こちらが有名なオムライスです。真ん中切ったらポワってなるやつなんかな。ああ、ああ、いいじゃんいいじゃん。ああ、でも、ああ、ああ、ああ、でもそういうやつだわ。広げるやつです、うん、広げるタイプやん。わーお、わーお、わーお、ありがとう。コーヒーセーブいいわ。うん、私が来たかったところに。まだね、あとね、新宿で行きたい喫茶店って3つぐらいあるんやけど、うん、そのうちの1個です。最後東横見たいよ、まあ、最後ね、ラスト東横ラストね。いやー、でも人いっぱいいるな。すごいね、10時過ぎで関係ないね、うん、明るい。そしてなんか YouTuber 的な人もいないっすね。こんな天気悪い日には撮んない。盛り上がってるじゃん。盛り上がってる、うん、盛り上がってますよ。さっきの路上ライブ人が増えた。今からが本当の時間かもね。セブンの前にはめっちゃおるんよ。セブンの前すごいよ。はい、ということでね、初めてちょっと新宿歌舞伎町、いわゆる東横っていうところに。あ、大丈夫、危なくない、大丈夫か。やばい、聞かれるんじゃないの。東横と大久保公園っていうところに行ってみたんだけど、 TikTok とか YouTube ショートでよく切り抜きされてるような、現状はねそんなに目の当たりにはできなかったんだけども、でも実際ね若い子たちがたむろっていたりとか、大久保公園ではねそういう現場も実際見れたんだけど、それぐらいの年頃の子供を持つ親としてはカルチャーショックじゃないけど、そういうのは本当にあった。楽しいならそれでいいかなって思う部分もあるけど、心の支えというか、ね、そう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 、家庭とか学校で居場所がないから、うん、コミュニティ作ってるっていうところはありますからね。ただやっぱね、犯罪に巻き込まれないのかなとか、体も心配だったりっていうのはあるから、この若い子たちが安全に楽しめるようになるといいね。ということで富山からわざわざここ東京に来て新宿の現状をお伝えしました。今傘上げてもらうと後ろにめちゃくちゃいます、はい、やばい、玄ちゃんやばい、引かれる引かれるということで、はい、あの新宿はやっぱ夜10時を過ぎても賑やかということでね、引かれないうちに行きますか、はい、ということで、はい、東京新宿からは以上になります。この動画がいいねと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、メンバーシップ登録よろしくお願いします。ゲンチャでずっとほど言ったけど、誰か捕まえて大丈夫。オーバードーズ中みたいな感じじゃないですか。ぽいね。